油断は禁物だよ。そうだね。何をするの？禁物。なんて失礼な。この私を脅すなんて。どうなってるの？うん、クエスト完了。見知らぬ人を助ける。助ける？ちょ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 。水場水場水場。誰が住んでるのかな。蘭禄の信奉者どもがあそこまでするなんて。ん？大丈夫ですか？まさか。たった今商売を失って命も失いかけたところだよ。悪いが買い物がしたけりゃ他を渡ってくれ。こんなことになるなんて。気をつけろよ。蘭禄たちは誰一人見逃さないぞ。攻撃されたの？蘭禄は仲間にならないゴブリンに容赦がないんだ。そりゃ俺だってゴブリンを魔法使いと同等に扱ってもらいたいが、血を流すのは違うだろ。俺がそう言ったら奴らは逆上した。気絶するまで俺をぶったたいて、荷車も持ち物も一番大切な俺の絵まで奪っていったんだ。前にも狙われたことがあるの？ここしばらく俺のことをなじったり脅迫したりしてた。奴らはいつも欲しいものを暴力で手に入れるんだ。気な臭いことになってきたな。蘭禄は力を増していて、信奉者たちもそれを自覚してる。無敵だと思ってるんだ。蘭禄はゴブリン全員が賛同すると思い込んでた。だが違う。俺たちは魔法族との問題を話し合いで解決したいのさ。ふん。絵が盗まれたって。君は画家なの？そうだ。俺の天職だよ。ゴブリンにはふさわしくないと思われるがな。家族は金属加工業かブリンゴッツ関係の仕事をしてる。蘭禄の仲間どもは俺の作品を理解してないからな。きっと薪として使われるさ。これじゃ生活もできない。いつになったら絵が描ける？探してみる。大変だったね。荷車のことを気にするようにしておくよ。親切な人だな。荷車はここから南西の野営地に持ってかれたんだろう。廃墟の先だ。回収するのは危険すぎるよ。なくしたら戻るように荷車には魔法をかけてあるんだ。可能性は低いけど、奪われたものの一部でも戻ってきてくれるって希望にすがってるよ。すがってますか。会えて嬉しいよ。もっといい状況だったらよかったんだけど。それはしょうがないね。絵本に出てくる村みたいだな。そうなの。アイテムあるように見えるのは気のせいか。おお、さあって何度も言ったよね。私が妹の世話をしてる。蘭禄がグリンゴッツのゴブリン。でもすごかったんだよ。あの綺麗な馬だから。何の？いい加減にして。お話はもうたくさん。私から見えるところにいなさい。わかった？さあ、ちょっとお絵かきでもしたらどう？ね。あ。わかったよ、ママ。なるほど。この中で糸を話してるのかな。ちょっと待って。ん？なんかだ。やった！取れた。なにこれ？中でなんか火みたいな。青い炎。ジャラルセミ。どうも、何を売られてるんですか？いや、ジャラルセミだよ。ここは魔法薬の店だ。町のことなら何でも聞いてくれ。ん？何もなさそうです。これで全部です。どうもありがとう。ああ、そういうことね。セミさん、どうも。どうしたんだね。この町で何か噂は？パーギットというゴブリンが少々問題を起こしてる。奴の仲間が行商人を襲っていて、最近じゃ商売に苦労しているよ。誰かが対処してくれたら助かるのだが、誰もゴブリンの集団とはやり合いたくあるまい。というわけで、奴はコロー遺跡でやりたい放題だ。お、コロー遺跡。よければ、あなたのことを。うん、そうだな。
私はローワー・ホグズフィールドの優秀な魔法薬師だ。かつては君と同じ平凡な生徒だったがね。ついては君にホグワーツ割引をしてあげよう。つまり普通の値段だ。うちは最初から安いんだ。そうなんよね。売ってるのは魔法薬とその材料が専門だよ。魔法薬で治せないものは壊れたままにしておくのがいいと思うね。扱ってる材料はどれもこの地域のもので、健康と安全を売りにしてる。売り物は何です？もう、買えるのかな？何をお探しかな？ああ、これな。368円あんのか。草かげろ。昼の汁やだ。ほー。高いな。買えぬ。高すぎるな。なかなかいい感じの場所だね。対岸で何かやってんのよね。気品あるセーフローブ。こちら側から行ってみよう。いや、どうかしたの？ああ、助かった。お願いするわ。私はグレース・ピンチ・スメドリー。バースのピンチ・スメドリー家よ。誰かがやってくるのを期待していたわ。お父様の願いを裏切って、自分を一生許せなくなるところだった。実は、湖の底から回収したいものがあって、あなたが手伝ってくれない？湖に潜るの？興味あるな。素敵。そう言ってくれるのを待っていたの。何を取ってくればいいの？昔の話よ。優れた天文学者のおじい様がホグズミード駅から出航したわ。おばあ様と一緒に短い星見のクルーズを楽しむはずだった。二度と戻ってこなかったわ。そうなんだ。何があったんだろう。わからない。あの二人と船が岸にたどり着けなかったことだけはわかるけど、みんな沈んでしまったと言われてるの。お父様は悲しみに暮れ、私たち家族に二度と黒い湖に近寄るなとお言いつけになったわ。あの夜、家宝のアストロラーベも一緒に消えた。あなたが回収してくれたら、お父様の気持ちも少しは安らぐかもしれない。ん？家族？バースのピンチスメドリー家のことは知ってて当然みたいな物言いだけど、そんなに有名なの？なぜ空は青いか、なぜ草は緑色か、そのくらい当たり前のことを聞くのね。ピンチスメドリーの名は知的好奇心を意味するのよ。科学と芸術への貢献で知られているわ。私たちを知らないなんて率直に言って驚きよ。私が周りの世界について数々の発見をしたら、この名前を知らない人もいつか耳にするでしょう。なるほどね。アストロラーベ。アストロラーベって何？驚嘆するほど素晴らしい古代の航海道具よ。持ち運べる宇宙の模型といえばいいかしら。普段は星の観察に使うの。天文学用のものだけど、他に1000種類以上の機能がある。魅力的な道具よ。もう修理できないほど錆びているでしょうけど。戻ってきたら嬉しいわ。おじい様とおばあ様が戻ってきたように思えそうだもの。個人的な事情のためにやるには、ちょっと危険な気がする。気持ちはわかる。でも、感謝は忘れないわ。もちろん、アストロラーベ以外のものが見つかるかもしれない。他に何か見つけたら、全部持って行っていいわよ。船の最終位置と言われている場所を、この湖の地形、水深図、それから潮位表と照らし合わせたの。おそらくはあそこ。波止場から、およそ1ハロの場所よ。おじい様のアストロラーベが戻ってきたら嬉しいわ。なるほどな。アストロラーベを見つけて。家族にとってとても大切なものなの。彼女のアストロラーベは波止場の北東に沈んでるみたい。潜って調べよう。潜れんの？
へぇー、そんなことできるんや。この辺？よいしょっと。ん？フォークランプの体液？はぁー、いろいろあるな、アイテム。レベリオン。これ。なんだこれ？あ、ここに持っていけっていうことかな。つまりそういうことか。アクション。アクションちゃう。レビオン。つまりそういうことか。こちら側から。アクション。ほら、やっぱそうだ。な、思った通りだ。なんだここ。あ、なに、なにってね、音がびっくりする。ないか。お、なんか物あった。あー、なんや。それだけ？そういうものがあるんやね。この。はぁ。あ、あった！なんか、色が変わってるとこ発見した。ここか！つまり。そういうことか。インチスメドリーの家宝は、ここにある。ここにある。そうか。うん。フリッチのマント。全部潜っていきゃ、金のドラゴンの目玉切れながね。なんだそれ。なんだそれはってね。装備スロット！楽しみにやる。うん。ちょっとこれ破棄していこう。いらなそうなやつ。ほう。笑ってまうわ。嫌やこれ。これ嫌だ。まだこっちの方がマシや。なんか防御力だけを見るんやったら、こっちやねんけど。見た目が好みじゃない。見た目が好みじゃないよ、ほんま。やばすぎやろ、あれ。うん。これでいいかな。破棄しとこう。ゼロのやつは、打ったところで、金にならんし。これ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 。探す探す。よいしょっと。日光遮断メガネ。つまり、サングラス。お？アストロラービ来たー！家宝を見つけたってグレースに知らせよう。ウェゲルベルト役3つ、うるしい！いいね。終わった終わった。潜るのはそれほど難しくなかったでしょ？グレース、言われた通り黒い湖に潜ってきたよ。それは素晴らしいわ。アストロラービは見つかった？報酬と、見つけたよ、うん、ほら。これでお父さんが喜ぶといいね。ええ。お父様はどう反応されるかしら。私と家族のためにしてくれたこと、
心から感謝するわ。他にも潜れる場所を探すべきよ、うん、あなたほど上手ならきっといろいろなものを見つけられるでしょうから。うん、めっちゃ見つけたもんな、さっきもな。これからも潜り続けてね。あなたには宝探しの才能があるわ。あ、そうなの？ありがとう。失われたアストロラーベ完了したで。お、レベル上がるで。やったねーっていう話よね。ちょっといろいろ行きたくなる欲望が。欲望がやな。ナンロクがグリンゴッツのゴブリンにしたことを考えると、アーンのことも不思議じゃないな。そうなんかな。いやー、すげえ、獣道。ほうきに早よ、乗りて。いつ乗れるようになるの？何これ。あ、お金？そんなとこに落ちてるもん。おーしょ、ちょ、ちょ、人か。一瞬びっくりした。ちょっと場所が悪すぎる。これ、来れる？来れる感じ？君。うん。うん。アクション。あぶな。レビオン。よし、あばよ。あー、流されていった。あー、消えた。ダークホックの下ね。いや、楽しいな。戦闘をするのが。中かな？あ、来たな。あ、何かあった。あ、そう？何これ、お金か。なるほど。装備とかも売らんとな。すぐいっぱいになるからな。ほうきいずれ。どこ、ほうきどこよねん。どこやねんって話になってるけど。ちょっと違うとこ行ってたりするからね。やばい。マーリンの試練。求めているね。そういえば、何かクエストあったいな。まだこれな、これやろうか。気になってしゃあないから。どこ行くんかな。ここな。こうやって乗ってくれるのはありがたいんやけどな。さっきみたいに、海の中に潜るのは分かりにくいよな、やっぱな。ちょっとな。何度か分かったけど。敵いるな。戦おうか。アクション。嫌な相手だった。嫌な相手な？そうな。全然そんなことなかったけど。楽しいな。魔法を使うのが。ラディオーサ。レパル。いや、レパル最強説。あれ。だって、スイッチとかそういうのも直せるわけやん。あれば。あ、敵あるな。せいや！
なんか、やられんや！よし。じゃあな。いやー、楽しい。パラッパッパッパラッパーおっとよ。これちゃうな。これではねえな。なんかいるな、また。あれか。アクション。インセンディブ。お、ナイス。楽しいな、このゲーム。やべえ。本領発揮しだしてるぞ。ホグワーツレガシーの。こういうのしたくなってくんだよな。ね、一人進める前にさ。そうすることによって、ちょっとでも、いい装備が手に入る可能性もあるわけやし、やっぱやりたくなってくんのよ。何かいる？何あれ？あれ？あれ？これほんま。いや、何かいる。アクション。あった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 。ちょ、邪魔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 。なんかすげえ、やりにくい。インセンディブ。うん。よし、終わった。プロテゴ、プロテゴ、あ、終わってる終わってる、すでに終わった後です。えっ、どうした、まだいるんかい。あれ、あれ、終わってた。ん、おーっと、ちょっと危ないよ。あっちゃ、アクション、ナイス。インセンス。無理だった、当たらなかった。いや、エイジだ。ちょっと、なんか先からよう売る。おるな、君。あーて、あーと、遅い。ちょっと、待って。泣けんの毛布ナイス。ここね。正面以外からでも行けそう。ん？敵の板を空中に浮かしておく。違う。じゃあ、目くらまし。やべえ、見つかった。うーし、何かいる。バレたー。お、怖っ、なんか強そう。強っ。私は休まない。せいや、大丈夫、何やめろ。
めと。怖い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 。決闘コンボを決めろ。あ、ちょっと待ってよ。よいしょまたよいしょ。え、嘘、あ、やられ、あ、終わってしまいました。終わってしまいました。チェックポイントどこ。あ、ここでやってんの。今の侵入者だ。よいしょー。よいしょ、ナイス。やばい、どこにある。今のが全力か。うーし、ナイス。どこにある。あった、来い。ダイナモ。あ、怖い怖い怖い。すいや。怖いな。どこや。あった、あ、ミスった。ミスった。やめろ、言われても困るんだよね。あ、危ない。オッケー、よーし、ナイス。どこや。おー、ちょうだい。誰や。どこや、どこにある。怖い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 。あー、ちょ、ミスった。やばい、こっち連れてくるわ。ならそれがいいな。ちょっと待つか。おい、爽快だったな。爽快だったな、確かに。解放しよう。荷車どこ。いやー、きつかったな。アイテムあるな。アイテム取っていこう。どれや、どれや、わからぬ。正面以外からでも行けそう。ああ、お金が取れたんか。いいね。もっとお金来てくれて構わんよっていう感じ。ここにある荷車見当たらんけどな。なにこれ。なんだここ。お、迷った。迷った。あった、なんか見えた。これか。荷車がアーンのとこに帰ってく。すごい魔法。お、またなんか取れた。お金ね。あ、帰ってった帰ってった。あ、こ、あ、うわ、装備すらあった。装備すらあった。趣味である。巻きすっか。プロテゴ。ちゃ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 。
ジュニバーの装飾付き手袋。手袋ね。やば！攻撃力めっちゃ上がるやんけ。いや、でも使える！レベル10必要なんか。つまり、前の、乗ってるの。いや、違う。ん？何が必要？特性適用前。特性のスロットレベル。ん？いやー、これめっちゃやる、使いたいよ。使いたくてしょうがねえよ。まあ、しょうがないな。ならば、もうね。戻って。絵本に出てくる村みたいだな。あそこですね。ここ終わらせて、ちょっと今回一旦ここで終わろうと。商品がいるのかい？ワン、いい知らせだよ。荷車が帰ってくる。なんて言ったらいいか。持ち物を取り戻す望みなんて消えかけてたのに。ランロクの仲間たちは魔法族を信じる俺をバカと呼んでた。信じてよかったよ。うん。手元りはしなかった。案外簡単に取り戻せたよ。あんたが無事でよかったよ。ああ、取り返すのが待ちきれない。特に俺の絵。なあ、あんたには感銘を受けたよ。俺は長年魔法使いと付き合ってきたが、いつもうまくやってこれてた。次の作品は俺たちの関係性についての賛辞にしてもいいかもな。ちょっとそれはいい考えだね。幸運を祈ってるよ。始めるのが待ちきれないな、うん、改めてありがとうよ。連れ去られた荷車完了。やり。それでは今回一旦ここで終わらせていただきます。次回ね、この先のミッションというかストーリーの方を進めつつやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アリュー、アリュースクッバイスラー。